よくね、ちょっと待って、そんな強いの？減らされてる、待って、めちゃめちゃ減らされてる。何やってんの、嵐来た。ちょっとこれじゃないで、ね、死なない、ちょっと待って、嵐来て、ね、お願い、殺さないであげて、ちょっと待って、殺せ殺せ、何としてでも殺せ、何としてでも仲間を犠牲になってる、大丈夫、だろうね。あいつら泳げない。ペコラはあいつらを、こういう全滅は初めて見。だって聞いてない、聞いてないじゃん。だ泳げないって聞いてないってことペコなのかな。これをどうにかしなきゃいけないってことかな。ペコミンに捧げます。いや、もう死なせないペコーナ。ペコミンが全滅するとオニオンが一つだけ種を産んだ。はい、とにかく今度はこの一匹を大切に守ってやろう。はい、ごめんなさい、こんな早く。これこれ何、あ、なんか変なのした。もうペコーラ、こいつだけは絶対に殺させない。もうこいつ、お前は何にしようかな。こいつの名前、こいつだけ名前決めるわ。ちょっと待ってね、あいつ嫌だな、親子じゃん、絶対に、絶対に親子だから。一回こっち行こうか、一回これ無視できるべこかな、無視していきたいな、できれば。で、一人ここでしょ、こっちが、お待って、嫌な音してる。あ、大丈夫？これを、ねえ、バレないかな、それバレないかな、バレんじゃないの、
寝てるのであれば大丈夫からね。で連れてってもらって、あのうちに、あ、いいいい、集めろ集めろ集めろ、これもね、これは来た来た、あ、なにこれ、これ新しい黄色いピクミンタラの黄色、え、この黄色何、これな、なんの、バカバカ、お前ら、あやばい、これ私逃げて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 壊れる、やばいやばい、ねえごめんなさい、うちの子が本当お世話になりました、ちょっとやばい救世主はいないもん、救世主、やばい、ちょっとこの黄色も残してみるか、これは色が違う同じピクミン、見たところ大きな耳と思われる部分がある、体は軽そうだが赤いピクミンとはどう違うのか注意深く観察してみることにする、ピクミンの持ち方は A でつかみ見ながら B だ、んあ、もう特に全然なんかあったって感じじゃないピクだけど、ここはない、ここはない、いい、ちょっと待って、静かにね、ねえ、なんであんたはあえてそこ通んの、マジでいるね、化け物がやっちゃう、いや、待って、ここだ、あー、化け物だらけ、あそこのちっちゃいのいいな、頼む10人ぐらいでやっててもらって1人、やっぱ無理なのかな、これ大丈夫か、やばい、やれやれ、後ろからやれ、後ろから、はい、ちょっとよ、殺せ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 、やばい、壊れてる壊れてる、お願い、死んでるね、何人か死んでるね、
やばい、なんか誰か死に、え、めっちゃ死んでるペコなんだけど。ごめんペコ、ごめんペコ、死なないで。まず爆弾、黄色だね。黄色だけ。あ、生まれた、生まれた。一回黄色だけで行くか。ちょっと赤は休ませよう一回。この黄色ちゃんが芽吹いたら行こう。で、爆弾ね、爆弾でやろうペコか。よし、来た。あれ。で、オッケーペコ、ありがとう。バレないできる？バレないできる？あ、こっち行ける、こっち行ける。こっち、あ、バレてない？ねえ、気持ち悪い奴ら来て、気持ち悪い奴ら、殺せ殺せ！火事で火事で暴力や！ナイスナイス。あ、ちょっと死ぬぐらいなら、ちょっと死ぬぐらいなら。え、待て、これ無限巻き？え、待て、無限巻き？大丈夫これ大丈夫ペコ、これ大丈夫ペコ。
感じべこか。ああ、